連ンクリパックは、オーストラリアのシンガー・ソングライター。座章がヒット曲として知られる。それ以前は、オーストラリア国内で女優として活動しており、テレビドラマや映画などへ出演している。2007年より、ロサンゼルス在住。チェコスロバキア出身のジャズミュージシャンである父と、オーストラリア人である母の間に生まれる。その環境から、 幼少期にピアノとトランペットを習うが本人の意思によるものではなかった。ピアスを開ける交換条件として音楽テストの評価 B を取ることを約束し、その約束が果たされると同時にやめてしまっているほどの音楽嫌いであった。6歳までニューサウスウェールズ州ベガに住んでおり、以降は家族で州とシドニーへ転居している。10代からシドニーにある演劇学校に通い、 ケイト・ブランシェットの演技指導によりその才能を開花させており、テレビドラマや映画などへの出演を果たしている。デコーダーリング女優の道を進んでいたが、歌を伴う人物を演じる機会が訪れた。それをきっかけに音楽への興味が再燃し、デビューへ向けたデモテープの制作に取り掛かっている。共同制作者としてデモテープ制作に携わったエレクトロロックバンドである。 デコーダーリングのドラマーからその才能を認められ、デコーダーリングのボーカリストとして加入することとなった。デコーダーリングは2004年の映画、15歳のダイアリーのサウンドトラックを制作。同作品はオーストラリア映画協会賞の作品賞など13部門において受賞、またその他の映画賞を受賞したことにより、デコーダーリングの知名度が一気に上昇した。2006年には、 テキサス州オースティンで行われた音楽フェスティバルサウスバイサウスウェストに出場し、その後全米ツアーを行っている。ソロ連歌はソロデビューを目指し、デコーダーリングを2007年に脱退。ロサンゼルスへと移り住み、エピックレコードと契約を交わしている。契約オファーが殺到したが、自身のビジョンへの理解とインディーレーベルのスピリットを感じたからだという。 また作詞作曲活動においては、病ク、バートバカラック、ビートルズの影響を受けていると語っている。2008年にファーストソロシングルとなる、ザショーをリリース。この曲は、コルビー・キャレーのヒット曲、バブリーを手掛けたシンガーソングライターである、ジェイソン・リーブスとの共同作品となる。ありがとうございます。